朝礼会は KJ アートにせいやの妹さらったはずだ。お、はい。待ってろ、この野郎。マクロ内弁当持っていくぞ、この野郎。散歩気分だ。止めなかったってことはバラしたんだね、僕は自分で。おりゃ行くぞ商人。あ、はい。誰だ、つくもだ。カイトだ。KJ アートに着いた。圧がすげえ。お前は近くまで来てる。もうすぐだ。今見てるけどよ、うん、ビル中のブラインドが降りてる。中の様子がわからねえ。本当に人質はここなのか。うん。相手は関西の協力会だ。そういくつもこっちにアジトはないだろうし。どちろすんじゃない。それに、それに隠したいものがあるからブラインドが降りてるんじゃないか。鋭い。聖夜の妹がそこにいる可能性は高いよ。なるほど、そりゃ怪しいな。わかった、うん、俺はこの間のとこで待ってる。KJアートを見下ろせる屋上だ。いいな。はい。ってことは、お、注意、本体験版では最後の自由時間となります。別のスロットにセーブデータを作成することをする。かー、すごい優しいや。セーブだ。なるほどね。 OK、 セーブ開けとこう。いや、親切ですね。ここなっちゃったらもうあれだから、遊びに行けないからね。なるほど。いやー、まあ買いますけどね。本編買わせていただきます。神ゲート引いております。待って、どうやって入る。屋上はどこだ。あー、ちょっとネットカフェ。屋上でどうやって行くんだっけ。ここだった。さっさ、終わりが近いぞ。でも本編製品版は12月13日発売。買います。ダウンロード版を買います。カイドウさん来たか。相変わらず中の様子は見えねえ、うん、どうする。まず強行突破はなし。なんで。敵の数がわからないし、人質を盾にされる。なんでなの。変装もさすがに警戒されてるだろうな。じゃあどっか侵入口見つけて忍び込む感じか。爆弾を投げよう。ああ、それしかないな。そうだろうと思ってよ。いい作戦を立てといたぜ。爆弾を投げればいい。どんな中に。まず、ね、俺がビルの正面で騒ぐ、うん、で連中の目引いてる間にお前が入り込んで人質を連れ出す。お、作戦ってそれだけ。それだけバッチリだろ。あ、まあ、で目を引くって何やんだ。それはそん時がクリアわかる。ただまあお互い体の張り時だ。コスプレしてんの。なるほど、なるほど。中で女の子が心細くしてんだろ。早く助けてやろうぜ。カイドさん、俺は侵入口を探す。見つけたら合図。男だぜ。おっとと、合流した。いや、楽しみ。男前ですね。おっ、おっ、いやー、おお、力技。なんや今の。おお、村瀬のクソガキいるか。元松金組の怪盗だ。村瀬出さねえとこのビル燃やすぞこら。おお、上等や。そこおれよ、我逃げんなよ。怖っ、燃やしちゃうってさ。でも行け、タボ、今がチャンスだ。ああ、分かった。死ぬなよ、カイトさん。勝ちそう、一人で。まあ、爆弾でいいじゃん。じゃあ燃やすんだって。度胸しとるの。よう逃げんかったやないか。あれもう終わりや、クソガキや。あ、なんだお前らは。村瀬を出せっつってんだよ。雑魚じゃ話にならねえ。早く呼んでこい。戦わないの。戦わないの、カイトさん。座った。なんなの、お話喋り場ですか。言いたいことある人手挙げて。戦ってよ、カイトさん。あ、ちょ、あ、ピッキングです。こうなんだよ。もう少しだ。でもあれ見えてるから、シアラインというものが、ほらね、ここにピタッと合わせればいいんだけです。余裕さ。はい、ありゃ、よし。おお、通り過ぎたぞ今。
やっぱあれだね、ピッキング、このゲーム買う人はぜひね、ピッキングをね、簡単にしよう。むずいから、ピッキング。お、鍵かかってるけど、このタイプならサムターン回して一発だな。サムターン回して開けられそうだけど、針金を持っていない。針金って？どうすんの？針金持ってないと。カイド、あ、ちょっと聖夜を吸収しないと。針金持ってないって何？針金買いに行けってこと？何？落ちてんのか、どっかに。待って。待って。これさ、落ちてた、嘘。マジで、ごめん。見てなかった、俺。ちょっと待ってよ。あった、ごめん。これか、ありがとう。あれ、アイテムか。ごめん、全然気づかなかった。よかった、びっくりした。ここまでに針金持ってねえと罪かと思った。罪セーブしちゃったかと思った。サムターン回しは鍵のかかった扉を開ける際に使う手段の一つです。針金を通して扉の反対側のつまみを回して開けます。針金を持っていないと使うことはできません。はい。入力指数表示に合わせて入力してください。だと。まあ、とりあえずやってみよう。わからん。針金1個持ってる。よし！この1個ダメになったらもうおしまいだな。サムターンを回す。はい。くそ、ちょぱい。ダメか、違うか。で、あ、ついていくってこと？なるほど。この針に合わせてついていくと。何それ、開いた、簡単。よし、しまくできた。この針金はまだ使えるな。なるほどね。なんか勝手に動くからそれに合わせて動かせっていうやつだった。いやー、これでもやっぱ本編買わないと、みんな。これ楽しみだな。うわっうわっ、おい、アチョス、気づいてなかったのか、俺に。お前は、俺だ、生きては帰りたいんで。そんなことしないでよ。おい、ほら、ハンマーがいいな。ハンマーじゃなかった。ほら、ゴルフだ。お前ボールな。ほら、ゴルフ知ってるか。こうやってスイングしてよ。あ、ごめん、このやろ。じゃあバットだ。じゃあ待っとけ、ちょっと。野球って知ってるか。こうフルスイングでホームラン、ホームラン、ホームラン、やるよ。ハンマーって知ってるか。ハンマー、ハンマーっつうのはな、こういういるか。ちょ待って、回復アイテムがあった。なんだ、オケだー。よし、俺は鉄パイプ、違う、ゴルフ、ホームラン、あ、痛い、うん、トンファーって知ってるか。これはな、これは木刀だ。メーン、コテ、メ、メーン、どう、あ、痛いよ、知ってっか。あ、オッケーか、これはトンファーの分、ヌンチャクだ。よし、捨てないで。まったく、なんでこんな武器をいっぱいくれたんだろう、俺に。おい、はあ、さらった子どこだ。どこだ。知らん、俺は下っ端やから何も知らされてへんのや。ん、はあ、なんだよ、使えねえな。おっちょっす。とりあえず上に行くしかないな。いた。さっきの武器もらっていこうよ。ヌンチャクとかもっと使いたかった。ヌンチャクの EX 攻撃使いたかったよ。頼もう。どうせまだいるんだろう、どうせ。そこ、どこ、その段ボールの裏にいるんだろう、どうせ。いねえのか、視点がおかしい。あ、アイテムだ。アイテムはいただいていこう。タウリナだ、これが。試し撃ちしたかったな。一通りの武器を試した、俺は。あの階段のとこ行け。いや、違うな。あの旗のとこ行けばいいんだ。
よし、さーす。まったく。お、鍵かかってなかった。行けんじゃないか。ここも入れる？あ、鍵かかってる。お、いいんだ、鍵かかってたの。もう少しだ。うまい。難しいな。難しいよ。よし。ダメか。ごめん。右スティックがすごい荒ぶってしまう。よし。ギュンいってしまう。ちょっと精密作業だから。はい。これでよし。ギュン。あ、いるよ。左だ。いや右だ。うわっ。怖え。ここでしまいにしたる。うわ、いっぱいいる。日本刀持ってます。お前よこせ日本刀。落とせ。くれよ。あ、切らないで。あ、バット。野球知ってきた。やろうぜ野球。いそな。やばい。あ、ほら。それがホームラン。ほら、日本刀くれ。日本刀くれよ。日本刀が使いたいんだよ。落とせその日本刀。くれ。あ、ちょっと囲むな。乾いた。あ、死んじゃいます。ちょっと待って。弁当。お昼休憩。肉まん食べる。肉まん、ピザまんだ。ピザまんと、ゴールド肉まんと、ゴールドピザまんを食べました。この短時間で。ほら。買っといてよかった。ピザまんだ。あ、痛い。武器。痛っ。あ、痛っ。背中の傷は、恥なんだぞ。どりゃー。ほら。これだ。どこ攻撃する。あーやー。ほら、いてこいつがボスか。この面のいて、多分ボスは武器落とさないな。ほらその構え何。ほらあ、壊れた。はーい、投げろ。おれー、これ、あ、やべ、あいつ倒しちゃいたい先に。ほら、2対1はちょっと望むところではない。あ、スーパーカップいいっすか。自分お湯は生で食ったのか。これはイカ焼きそばとか。もっちっち、次もっちっち食いますね。ほら開いて痛いよ。回避結構さ、でも回避よし、無駄回避が多いぞ。ほら、はい。ほら、日本刀よこせ。日本刀拾います。うわ、壊れた日本刀。クソ、バリバリ食ってる。バリお湯なしで。この回を調べてみるか。日本刀くださいよ。日本刀ボス限定なんですか。ちょこっちだ。回避が大ざなりだから、ちょっとどうにか回避と防御を頑張らんと。ちょっとつ盲信すぎる。開けますね。おー、4本に増えた。まずここからやろう。見えてないから。だ、おい、あとはもう楽だね。荒ぶらなければ。よっしゃ。いや、これマジ、わかんないとね、場所が。よし。よし。ありがてえ。はい。ふぅ。あ、ほんとだ、スキルパー忘れてたね。スキル上げよう。おい、こら！じゃあスキル上げるから待っててくれ。スキルめっちゃ溜まってたわ。体力アップ。あー、いいね。攻撃力アップ。これ単純だけどいいね。ほら、よし、単純だけど強くなった。ありがとう。忘れていた。思い出したぜ。これが俺の本当の力だってことをな。それ、次体力アップだな。ほらこれがスピーカーの使い方だ。これスピーカー、壊れた。寝とけっての。しばらくてか一生寝てそうだよこの感じ。ふう、お疲れちゃん。やばい、死にかけてる。いやー、アイテムいっぱい買っといてよかったね。腐るほどあるね。ドデカミンを飲むね。あとアサヒスーパードライオリエントドラフ、炭酸、オレンジ、三ツ矢サイダー。お腹タプタプだよ俺。お前起きたな。日本刀よこせ。まだ元気があるんなら、いろいろ喋ってもらおうか。炭酸ばっか。お、ボーナスね。
さらった子はどこだ。まずこれだろう。さらった子はどこだ。どこだ。うや。お。応接室におる。素直だね。応接室だな。素直で結構。飛び。これだ。村瀬は。村瀬はどこだ。村瀬はどこだ。あ、ミスか。マジか。そんな知るか。大方。女と一緒におるんやないか。ミスった。金庫の番号を教えてもらおう。まあそうだろうな。金庫の番号は応接室の扉の暗証番号はこっちか。言うわけないやろか。ドン。股間。状況を理解した方がいいぜ。こっちは時間がないんだ。イライラしてんだ。もう一度だけ聞く。これが最後のチャンスだ。応接室の扉の暗証番号は1370や。いいね。簡単に。1370だな。オッケー。ありがとうよ。意味なを覚えた。もう一度殴っとこうぜ。ダメか。ここか。三角。合ってるぜ。これ鍵が増えたら大変そうだな。丸はあれだから。自分の事務所の番号だから。ここもか。余裕だぜ。ここさえ終わらせればあとは場所が分かっている。よし。面は割れてんだ。何？あい。よし。よし。もう少しだ。これが。おい。ふう。お疲れちゃんです。ここだよ。開けます。あ、ちょ。が応接室1370 1370。違うんじゃね。お、開いてんだ。待ってんだ。好きだらけだったのにね。今後ろからガーンやったら、あ、痛そう。震えてるじゃねえか。聖夜の妹だな。もう大丈夫だ。助けに来た。助けに来た。八神やろ。いつの間に。その子解放しろ。今すぐにだ。やんのか。解放？なんのこっちゃ。この通り縛ってるわけでもない。いつでも好きに帰れるやんか。言ったな。まあなるほど。あんたらも仇の監禁はやばいと思ったわけか。まあ裁判の間だけしのげたらいいんだもんな。考えたね。考えたね。けどそれじゃ言い訳にならない。うん、縛って拘束する行為だけが監禁じゃないんだよ。そう。もうちょっと勉強しな。やかましい。ちなみに逮捕監禁罪は3ヶ月以上7年以下。当然怪我までさせたらもっと長くなる。そん時は殺して薬で溶かしたるわ。死体が出んかったらそれでしまいや。怖っ。はい、脅迫罪。また一個罪重ねたね。クソ。おう、このガキ口聞けんようにそれやんのか。机の使い方教えてやろうじゃねえか。机はな、あ、ソファーってね。あ、貝皿だ。これだ。甘える。椅子の使い方って、お前は椅子じゃない。椅子、お前も椅子じゃない。椅子の使い方教えてやるぜ。ほら、こうすんだよ。座るだけじゃねえってこと教えて。ほら、椅子強椅子強い。椅子ってこんな強いんだ。教わったわ。テレビの使い方教えてやろうか。テレビってのはこう使うんだ。ほら、 4K 画質 4K だ。これはほら 4K4K 放送だ、これが。よし。行こう。あ、やめて。そこにおれや、八神。村瀬さん、なんもいいだろう。これ以上騒いでも泣き見んのあんたらだけだ。そうだぞ、パンチパーマ。羽村にはアリバイがある。クメをやったのは別の人間だ。
チパーマだ。だから聖夜の証言止めんのにあんたらが体張る価値はない。そうなら組めは誰がやったんや。それはまだ分からない。ただ羽村ならそれを知ってる。お、あいつは真犯人とグルだったはずだ。何、何やと。何やと。そうだ、いくつかの事実が羽村の関与を示している。事件の夜、久米はアムールを出てからあんたに連絡するでもなく姿を消してる、うん、その後は町中の防犯カメラにも映らず目撃証言もない。避けてたんだな。俺が思うに久米はアムールから解放されなかった。何、羽村から真犯人に引き渡されたんだよ。なるほど。そして羽村がサウナでアリバイを作ってる間、真犯人は別のどこかで久米を殺し、その目をえぐり出した。で、共犯じゃん、マジで。筋は通っとるな。大丈夫。羽村が無所に入ったら、どうやって今の話を確かめる。せやから羽村は泳がせろっちゅうわけか。うん。証言止めるために女の子を脅すよりかはスマートだ。こんなもん。大の大人が何人も集まってやる仕事か。いいぞ、説得したぞ、うん、分かったわ。いいんだ、いけや。今日は探偵さんの度胸を褒めといたる。どうも。よかった、また日本通されるかと思った。こっから先は新谷弁護士の仕事だ。また日本通で切られるかと思った。ビクビクしてましたよ。防犯映像の中で僕を殴っているのは、今この法廷にいる松金組の羽村さんです。よし、思い出しました。間違いありません。思い出しました。では先ほどの発言は撤回されますね。あ、よかった。はい、すみませんでした。ハキハキ。裁判長、この証人の発言には全く信憑性がありません。弁護人いかがですか。証人に動揺があったことは認めます、うん、ですが初めての法廷に対する緊張は誰にとっても十分理解できるはずです、うん、今弁護側は証人の信憑性に疑いを持っておりません、うん、いいこと言う。あ、歌舞伎で勝負だ。スターダストというカムロ町のお店、つまりホストクラブですね。ちょ、なんだ。証人はこちらに何年お勤めでしょうか。やめろ。だいたい2年です。若い。そのわずか2年の間にあなたは女性客との間にいくつかトラブルを抱えていますね。なんだと。何、何の話。あなたは複数名の女性客に結婚をちらつかせてはいませんでしたか。そうなのか。それも多額の金品を貢がせた時にはすぐにでも結婚できるような素振りを見せる。調子のいいことを言って女性を喜ばせるが、具体的な話になるとさっきのように前言を翻す。結婚詐欺。そんなあなたへの訴え相談が把握しているだけで消費者センターに5件寄せられていました。消費者センターに行くの。そうやって巧みに人の心を誘導する証人の言葉に信憑性があるでしょうか。そっちに行くの、そういうのって。証人の裏付けだけであの映像の人物を被告人とするには不十分ではないでしょうか。であるならばやはり被告人のアリバイは成立しません。以上です。ありなの、そんなの。弁護人から何かありますか。消費者センター。言葉の信憑性という点について一つ検事にお聞きしたいことがあります。あります。はい。その前に先ほどの防犯映像を犯行時刻より数日後まで早送りしましょう。沙織さんに喋ってほしい。くしくもその日は検察が本件の起訴を決定した日でした。え、あ、ヘビゾウさんがパンチだ。うわー、今映ってるのはあなたですね。歌舞伎パンチ。え、そして行っていたのは防犯映像に映っていた被告人と証人の行動の再現でしょ。違いますか。言ってること違う。え、いや大
だとするとおかしいですね。ケンジは先ほどサウナ周辺の防犯カメラ映像は一切確認していないとおっしゃった。いました。でも映像を確認せずに証人の行動の再現など不可能だったはずです。いいぞ、優秀。またご自身でもその周辺の確認には行っていないとおっしゃった。補欠だね。でも実際に行かれておられます。なぜそんな嘘をついたんですか。嘘なんかじゃ。ほら、行動の事件当夜のこの映像は見ての通り必ずしも鮮明とは言えません。気をつけろ。だからもしもケンジがここに映る人物を被告人ではないと明確に否定したのなら話はわかります、うん、でもあなたは否定するでもなくわざわざ映像を確認していないと言った。言った。おそらくあなたは映像に映る人物が本当に被告人だったかもしれないと思ってしまったのでは、ね、少なくともその可能性を否定しきることができなかった。だから嘘をついた、うん、違う、違います。あなたのその言葉に信憑性はあるでしょうか。さすが。あなたは先ほど堂々と嘘をついたんです。そして残念なことに今この法廷で被告人の有罪を主張しているのはそんなあなたの言葉だけなんです。さすが新谷さん、性格はあれだが弁護はうまいとお墨付きだ。被害者の久米が殺害された時刻、羽村は朝までサウナ御殿に入ってた、うん、防犯カメラに映っていた映像と、うん、羽村本人の証言、聖夜の証言は矛盾なく並び立ち、よかった、アリバイが成立した以上羽村は久米殺害犯ではありえない。いやでも共犯なんだけどね。主文、被告人エリートだった羽村恭平は無罪。これから判決の理由を述べますので被告人は座ってください。判決は正しい。羽村は確かに久米殺害の実行犯じゃない。ただしその協力者ではあったはずだ。真っ白ではないんだよね、スーツは白い。俺は闇に消えた真犯人をモグラと名付けた。なんで？土の中で目の見えないモグラは被害者たちの目玉をその鋭い爪で奪う。そうなん。そして今もカムロ町のどこかで息を潜めている。一体誰なんだ。つくもかもしれない。弁護士であれば被告人の無罪が証明されたこの時点で仕事は完了する、うん、でも俺は弁護士に復帰したわけじゃない、うん、事件が白黒つくまで追いかけるかは全部こっちの勝手だ。自由だ。狭い町で商売するからには弱小探偵事務所にもメンツってもんがある。怒ってる。つまり羽村やモグラにコケにされたまま終わる気はないってこと。いや、いいな、気になる。買います、このゲーム。あ、どうした、クロちゃん。気になる続き。誰だ、ヤガミさんですよね。誰だ、クロちゃんだ。お元気そうだ。え、知り合い。カムロ町の探偵業は順調ですか。あんたも傍聴に来てるのは分かってたよ。けど挨拶する義理はないんでね。何さん。私はジャーナリストとしてあなたの声を聞こうとしただけです。耳にボンボン来る。何も個人的な恨みがあったわけじゃありません。顔いい。フリーライター、鳩部持ち。殺人鬼を野に放ったインチキ弁護士。持ちさんじゃないですか。俺がどう取材に答えようがあんたの書く記事はいつも一緒だった。服部持ち。忘れないでください。あなたが野に放った殺人鬼に可愛い娘を焼き殺されたご遺族、彼らは今も苦しみ続けています。服部持ちさんです。
ですね。それなのにまさかまた法廷に戻ってくるつもりじゃないでしょうね、八神さん。因縁が。誰もそんなことは言ってない。そうですか。それなら結構です。それとその話は服部持ちさんだった。くそ、過去のトラウマが俺を責める。